18切符で行く、JR 西日本山陽山陰の旅。2日目、岡山、境港。18切符は特急や新幹線に乗れないなどの制約があるため注意が必要です。こんだけ移動します。いたしました。おはようございます。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。特急やくも1号、出雲市行きです。これから止まります駅と到着時刻をご案内いたします。次の倉敷には7時16分、備中高橋7時39分、
新見8時9分、庄山8時37分、米子9時15分、安木9時23分、松江9時40分、玉造温泉9時47分、新寺9時56分、終点の出雲市には10時10分に着きます。列車前から1号車、2号車、3号車、4号車です。グリーン車は先頭の1号車、自由席は一番後ろの4号車です。この列車は全車両禁煙となっております。車内禁煙にご協力をお願いいたします。お手洗いは1号車、2号車、3号車にあります。女性専用、男性専用お手洗いは2号車にあります。また、車内販売はありませんのでご了承ください。車内での携帯電話の通話はご面倒でもデッキでお願いいたします。また、あらかじめマナーモードに設定していただきますようお願いいたします。車内で痴漢などの犯罪行為に遭われたり、目撃したときや、急病のお客様がいらっしゃるときは、速やかに乗務員にお知らせください。緊急要する場合は、車内非常ボタンを押してください。皆様のご協力をお願いいたします。また、車内の通路と座席の間、デッキの手洗い付近に段差がございます。ご移動の際は、お足元にお気をつけください。車掌は JR 西日本の坂本です。途中の米子までご案内いたします。ご用がございましたら、お気軽にお申し付けください。次は倉敷です。7時16分に着きます。ありがとうございます。特急やくも1号出雲市行きです。自由席は一番後ろの4号車です。在車両禁煙となっております。車内禁煙にご協力をお願いいたします。
お手洗いは1号車、2号車、3号車にあります。女性専用、男性専用お手洗いは2号車にあります。次は庄山、庄山です。8時37分に着きます。海景温泉、白鳥や水鳥が飛来している水鳥公園、昔の面影が残っている鴨川周辺、そして日本最大級のフラワーパーク鳥取花回廊など見どころがいっぱいです。鳥取花回廊へは駅前から無料シャトルバスが出ています。米子市の北側にある境港市は日本でも有数な漁獲量を誇る港町です。駅前には境港市で生まれ、ゲゲゲの鬼太郎などで有名な漫画家であった水木しげるの記念館や水木しげるロードがあり、たくさんの妖怪オブジェが迎えてくれます。境線の各駅には全国でも珍しい妖怪の愛称名がついています。詳しくは駅係にお尋ねください。米子市と境港市のご案内でした。ありがとうございました。
り道駅よりしばらく歩き、港近くの神話水産局へのお食事処神話にて、見ての通りの美味しさです。こんにちは。じゃあ。
次回へ続く。また見てくださいね。